皆さんこんばんは、ヤさんです。皆さんこんばんは、チョウさんです。よっちょタイムです。よろしくお願いします。さあ、チョコでもね、あのチョウさんの家の思い出のものを、はい、持ってきていただいて、そうですね、引っ張ってきました。まあいろいろまた話をしてますけど、はい、今回はですね、はい、あれね、どういうやつやったんやろうって、なんか戦い方、バトルの仕方が分かんなかったんですけど、はあ、覚えてますかね、ポケットモンスターパーフェクトアルバムあった、覚えてます？シールね、シールあった、覚えてます？駄菓子あったよね。僕は本屋さんで買ってたかな、シール。あー、書店で買ってました、確か。そっかそっか。戦い方が分からなくて、一応能力値と書いてあるんですけど、ただただ集めてた、ただただ集めて、みんなそうでしょ。ただただゲーム性とかじゃなかったっすもんね。で、このパーフェクトアルバム1を買うと、しかもミュウがねついてくるというような、ね、はい、いろいろありますけど、これね、どうやって使うんだろう、これ若き日の翔さんがどれだけコンプしたのかと、パーフェクトアルバム、はい、どこまでいってるのか、まあこのね、まだ150匹ね、お三家のうち人影がいないな。早速ご参加おられる。まあまあリザードンとかいるからね。ロゼニガメ、カメルカメックス。絵柄が懐かしい。ね、キャサピーでトランセル、バタフリーでビードルとスピア。国軍いないです。あ、国軍いなかった。国軍持ってません。ピジョン、ピジョット、パパピジョン、ピジョットが揃っております。コラッタがいない。ラッタ、オニスズメ、オニドリル、アーボがいない。あ、僕がいる。ピカチュウ、ライチュウ、サンド。ちょこちょこいないね。あとこれいるわ。サンドパン、ニドラン、メス、ニドリーナ、ドクイーン、ニドラン、オス、ニドリーノ。これいるで。ニドキング。ちょっとコンプリッピピクシー、ロコン、キューコンプリンテ。ずっといます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 。いる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 。プクリン、ズバッとゴルバット、ラグノクサ、クサイハナ、ラフレッシャー、ラフレッシャー、おいいんちゃいます、結構いますよ。パラスがいない。なんかおらんやつ好きやろ。パラスがいない。パラゼクト、コンパン、モルフォン、ディグダダグトリオ、ニャースがいない。ペルシャーはいる。コダック、進化前を弱いな。ゴルダック、マンキーを超えた。だから進化前持ってないですね、なんかやたらと。あ、この辺おるわ。ガーディー、ウィンディー、ニョロモン。あー、ニョロモンね。で、ニョロゾ、ニョロボン、ニョロボン、ケシー、ケシー、ユンゲラ、フーディン、ワンキーいますよ。あー、いる。ゴーリキー、カイリキー、マザスモン、マザスモン、います、います。おるやん、ぼちぼち。全然います。ウツドンがいない。ウツドンがいない。ウツボット、メノクラゲ、ドククラゲ、あー強かったな、ドククラゲ、石つぶて、ゴロモン、ゴロモン、いるかな、ゴロモンいます。おお、いた。ポニータいます。ポニータいる。ギャラップがいない。あー、まあ、ギャラップはなんかわからんじゃないわ。ヤドン、ヤドラン、コイル、コイル結構でも持ってますね、これ。なんだかんだね。レアコイル、まあ、ノーマルだもんね。カモネギ、キラじゃない。そうっすね。ドードードードリオ、パウアウジゴン。あー、パウアウジゴンおったな。ベトベターがいない、うん、ベトベターもいない。どういる、うん、シェルダー、パルシェン、ゴース、ゴースト、うんうん、ゲンガ、あー、ゲンガいた。ヨアク、スリープ、スリーパー、クラブ、キングラー、グラ、ビリーダマ、マルマイン、タマタマ、ナッシー、カラカラガラガラ、結構いるよ、うんうんうん、いるよ。いいね、沢村、エリアラ、ん、誰、ベロリンガがいない。あー、ベロリンガで、ドガースもいないです。で、またドガース、サイフォン、なんかその進化前を持ってない、ね、進化前持ってないね。サイドン、ラッキー、ラッキー、モンジャラ、ガルラ、ルラ、タッツ、あー、シードラがいないわ。あ、この時はキングドラいないもんね。そうそう、そうです。トサキンとアズマオ、マン、スターミー、バリアード、ストライク、ルージュラ、エーレブ、ブーバー、カイロス、うん、で、ケンタロス、コイキング、ギャラドスいる、ギャラドスいます、いる、やったー、ラプラス、メタモン、イーブイ、シャワーズ、サンダース、ブースターはいます。おー、いたいた、いいね。
で、ポリゴン、ポリゴンでからオムナイト、オムスター、カブト、カブトス、でプテラ、モンスターソロの伝説じゃない、フリーザですね、サンダー、ファイヤーがいないですね。にらみつけるさん持ってないなんて、マジか、にらみつけるさんがいないと全然やな。ミニリュウ、白龍、ミニリュウなかったです、カイリュウ、ミュウツ、ここから切らか、はい、ここから切らになります。まあまあまあさすがにね、キラはねちょろちょろっと、リザードとパラパラいるんだね、カメエとカメックスとか、あとポニータとカモネイジュ、ラッキー、イーブイ、シャワーズ、ポリゴン、フリーザ、サンダー、ファイヤー持ってますね。あ、ほんとや、カイリュウにミュウツーで、ここはキラの上のなんかゴールドっぽいやつですね。金ピカ、金ピカ、不思議バナ、不思議バナ、あ、ピッピー、ピッピー、ピッピ金なんだ。で、ピクシーじゃないんだ。サンダー。あ、サンダーね。にらみつけるさん。にらみつけるさん。っていうような感じで。で、ファイヤーって言ったれよ。まあ全部で204種類。ああ、なるほど、ね。が第1弾です。で、ここに載ってるのはこれ第2弾なんですよね。ああ、後ろに貼ってあるのか。はい、これ第2弾で。デザインが違う。ここにね、ピカチュウのマークになってるでしょ。あ、本当や。え、本当や。これが第2弾で、第1弾はノーマルのが見やすいか。え、ここがリザードのマークになってるのが第一弾。あ、そうなんだ。そういう違いがあるんだ、はい、っていう違いが、まあ、第一弾と。で、こっちにね、まあ、第二弾も実はあるんですけども、はい、これもまた紹介できたらと思いますね。そうですね、コンプリートがどうどうなってるのか、上がるのか、はあ、これね、でもなかなかな商売だよね。そうだね、買うからね、やっぱ当たるまでね、コンプした人いるのか。当時僕コンプしてる人見たことないですけど、はあ、どうなんだろう、周りにはいなかったですね、これコンプしてる人。やっぱこのキラの方がとにかく当たりにくいので。うーん、うわー懐かしいな。でもなんかようこんな状態であったな。ね、外側ボロボロやけど、これどこを作ってんの。やっぱりあれじゃない、任天堂とかじゃない、ゲームフリークですかね。株式会社ポケモンなのかな。任天堂、任天堂クリクリーチャー、いやこれは違います、これは別にその版権の。あーそっかそっか、これ出してんのかね、ってんのやろ。このファイルチュラアマダっていうのが作ってるんですけどね。アマダ、アマダって書いてますけど、へえ。カードはどこが作ってるのか分かんないですね。そうだね、パックにあるのかもね、ですね、とかに書いてあるんでしょうね。へえ、まあ、あとやっぱこれ図鑑、まあパーフェクトアルバムっていう感じで図鑑みたいな感じなんで、やっぱ注釈がいろいろ書いてあるからね、ポケモンに。ああそうですね、だこれを持ってる151匹分の、うん、そう、それもなんか面白い。ワンがうまくいって2出したんやろね。でしょうね、最強シール列伝でしょこれ。そうそうそう、うん、よかったんだろうね、売れたんでしょう。いやもう大反響だと思いますよ。だって俺この時ね、福岡に久留米にいたことだから、小学校1年生とか、はいはいはい、1年生、2年生ぐらいの時にゲームボーイが出てるもんね。そうです、あの時ぐらいですね。そうそう、これみんな持ってたよね、このシール。うん、なんか知らんけど持ってた、なんか流行ってましたよね、うん、かといって学校でこれで遊んだ姿を見るかって言うと見ないんだよね。そうなんですよ、これどうやって遊ぶのかも結局分からない。分かんなかった。これはね、七不思議ちゃいます。どうやってやるの、めんこみたいなやつ、分からん。いや分からん、一応なんか攻撃力と防御と防御、ね、であと弱点書いてますね。相手草やったら2倍ですよみたいな。でも HP みたいなやつないからね。確かに HP ないのこれ。あれなんかな、せーなんかランダムでせーのってやってさ、はい、出したらなんか勝ち負け決まるようなやつだったかな。でも大体攻撃力の方が防御より低いじゃないですか。あ、攻撃力が高くて防御低いじゃないですか、うん、あ、そっか、防御防御切れへんから、ね、防御何に使うのやろ、分からん。これ未だにもうルールが分からない。分かんない、対戦するものだったのかどうかも分からんけど、ルールとなったのかな、定かじゃないね、定かじゃないですけど、なんかどっちかというとこうやってファイルに入れてる人が多かったですよね。まあ、一応なんかコレクションですよね。ですからね、まあ、ポケモン図鑑みたいな感じなのかな、まあ、イメージ的には。で、まあ、ノーマルカードがバーッとあって、まあ、でキラもあるよっていう感じなのかな。そうね、でキラがあるやつにはね、ノーマルでもっと強いなんたらがいるぞみたいな書いてあるんだね。ほんとや、もっと強いカビオンがいるって書いてあるわ。あ、ほんまや、じゃあキラがあるでこれ書いてあるんや。そう、もっと強い、まだまだ強いミュウがいるって書いてあるもん、ここに。で、金色だったらこれが最強のミュウだとかね。
あ、そうなんや。お前、最強のファイヤーだぞって書いてある。そうそうそう。ってことは、まだキラがあるのとかそういうのが分かる。やだね、やだ。もっと買わなきゃってなるわけですよ。これはちょっとないんじゃない？なんでやねん。一応その世代でしょ。親しんだ世代。まあ親しんだ世代ね。やっぱ印象的なポケモンっつったら、あのラプラスの背景の独特したね。なんかすごかったね。ラプラス。超紫だ。ね。なんか毒タイプみたいな。そう。メタボはまだわかるよ。うん。まあ元々がなんかね。紫っぽいから。ラプラスって思って今言い返した。まあまあぜひ皆さんもこれ、うん、覚えてる方いっぱいいると思います。僕らの世代の人みんなこれやってましたから、うん、なんかルール知ってるって言ったらまた教えてください、ね、あ、ほんとほんと、はい、そうそう知りたい。戦い方わかんないんで、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、では本日はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。本日も動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もしこの動画聞いてくださった方ぜひグッドボタン、またチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。このチャンネルはツイッターも配信しております。皆さんぜ、皆さんぜ、皆さんぜ、はいどうぞ、皆さんぜひお気軽にフォローしてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。めっちゃ下かんだ今。